はい、というわけで、引き続きトトさんよろしくお願いしますありがとうございます。トトさんがいないと自分ちょっともう、紹介ができないのでありがとうございます。こちら、かなめファミリーさんでよろしいでしょうか。はい、は10代ぐらい来られてるんですかね。で、1台ずつちょっと気になったところとか、あの自分がわからないところをもちろんちょっと教えてほしいと思うんですけど、平塚二輪と要って、はいはい、めちゃくちゃ止めてあるんだけど、あ、そうなんですか。これは要、要さんからちょっと お願いしたいんですけど、 GSX400L ちょっとあのお近くに声だけでも、はい、あ、全部もう東堂さんならもう全部わかってるみたいなはいはいはい。普通 GSX400E、 あ、アメリカ、アメリカって何ですか。アメリカ仕様っていうことなんですか。そう、昔そう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 、輸入してたのを、はい、あ、焼き輸入で。これでもともとはなどんな色だったんですか。焦げ茶色。あ、焦げ茶色からこちらに、こちらですか。はい、あ、そうなんですか。塗装とかも全部やるから、はい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 、あ、もう土屋さんもはもうほんと基本的にいろんな人のやつをやってるっていう。そうそうそう。じゃあこちらの今の要さんのやつとかも全部。あ、他もある。結構多い。ああ、そうなんですか。こちらの色にした理由とかって何かあるんですか。いや、あっちと兄弟車。あ、そうなんですか。あ、土屋さんとの兄弟車ということでこの色にしたと。おお、このマフラーははすぎってあるのはこれなんていうマフラーだったりするんですか。これも吉村。これも吉村。あ、じゃあさっき言ったわけど100万ぐらいする。切っちゃってなんか。あ、切っ、あー、そうなんですか。ほう、こちらは持たれてからどれぐらいなんですか。持ってからもう10年ぐらいか。はい、あ、10年ぐらい。最近動くようになった。あ、そうなんですか。え、なんですか。半年ぐらい、はい、で完成したみたいな。あ、あー、そういうことですか。え、どっか壊れたとかじゃなくて今組み上げてた途中だったってことですか。そうそう。ほう、こちらが先ほど言わんと聞いたやつと一緒ですか。このこれ違う。これは、はい、ナポレオンの GT ミラーを加工して作った、はい。ほう、あ、そんな感じで。じゃあもうこれで自分で作って DIY してって感じですもんね。あれ、こっち何ですか。ん、これはハイウェイペン、高速道路で走った時に取り出して、はい、ここに足乗っけて。あ、高速道路だったらあのギア買えないでしょ、はい、はい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 。これに足乗せて走れますよって。これって普通についてるもんなんですか。いや、ノーマルはついてないけど、はいはい、で、あ、そういうことですね。カスタムパーツとして、はい、後からつけた。あ、そういうことですね。こちらあと旗棒はなんて、なんかチームの名前とか書かれてる感じですか。アジサイが書いてあるんですよ。あ、そうなんですか。お、これってあのもう取ることはないんですか。ないですか。はい、だから上と下だけ汚れてて、あんたが汚れてないから今日は外したけど、はい、はいはいはい、外側もすげえ汚れちゃって。ああ、まあそんな感じになりますよね。それはしかもこれも純正なんですか、こちらの。それは他の650度のバイクのやつ。加工してつける。これ加工してつけるっていう風に発想が湧くのはどういう風に発想が湧いたりするもんなんですか。つくんじゃね、つくんじゃね。あ、そっかそっか。あ、これかっこいい。あ、ちょっと自分の足しにつくんじゃねみたいな感じ で、はい、いざやってみたらつかないんだけど、はいはいはい、ちょっと加工してつけてみるかとか。ああ、そういう風にやってつけていったりするもんなんですね。そうそうそう。おー、人がやってないからやる。確かに、確かに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 。あ、それはすごく、はい、共感します。あの音とかってちょっといいですか。これって数仕様の感じの。これ、はい、したいんだけどまだそこまで。あ、まだ仕上がってないというか。ああ、そういうことですね。ありがとうございます。こちらは、要さん、要ファミリーさんですか。これは銀次郎のグッチ君。あ、グッチ先輩。グッチ自分でグッチ先輩ありがとうございます。そしてちょっと入ってもらっていいですか。グッチ先輩の息子さん初登場。めっちゃ似てますね。まだ中3です。中3です。名前なんて言うんですか。山口誠一郎です。誠一郎君、すいません、よろしくお願いします。思いっきり特攻ブーツ履いてますけどえ、今14歳。バイクは16歳になったら乗る感じですか。お、いいっすね。やっぱあの旧車とか乗るんですか。じゃあ金貯めないと、金貯めないとやばいね。そういうことですね。ありがとうございます。はい、こちら GS めちゃめちゃ綺麗ですけど、これいつ頃から、はい、あの所有されてる感じですか。もう4年ぐらい経ちます。あ、本当ですか。4年ぐらい前。うわ、すごい綺麗ですね。4年ぐらい前からっていうか、このもうこの状態じゃなくて。いや、もうほぼほぼこの状態で現状維持で、ええ、
あ、そうなんですか。これどなたから購入された感じですか。先輩が持ってて、はい、あ、もういらないからみたいな。ほー、おいくらで買われたんですか。値段はちょっと言えないぐらい、ちょっと安かった。あ、そうなんですね。しかも4年前だしって感じのところもありそうですね。おー、めちゃくちゃピカピカ。これは結構乗られてるんですか、頻度としては。いや、もう年6回とはどのぐらい乗れればいい方かな、はい、あー、年6回、2ヶ月に1回ぐらいと、あとちょっとエンジンかけて地元ちょこっと乗るぐらい。はぁ、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 めちゃくちゃピカピカですもんね。わあ、全然なんか錆びてないし。こちらを清志郎くんを後ろに乗せて。今日は来ました。今日は来ました。前乗ったりしたことある？ないです。いいですね。こちらも普通のアップハンって言うんですよね。そうですね。はい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 。なんか、あ、グセバお気に入りポイントみたいなのありますか。お気に入りポイント、はい、お気に入りポイント、まあ純正の星型のキャストホイールに、はい、ダブルディスクぐらいですか。これはもう高価なものなんで。これは違いますね。再販のやつだからそんなしない。ああ、先ほどのやつは何でしたっけ、すいません。さっきのやつはGSX の 400F の、はい、ダブルディスク。あ、ダブルディスク。ダブルアンチとか。あ、それとは全然違う感じのもの。ああ、そういうことですね。うん。グッセパーありがとうございます。はい。はい、その次の単車さんは。次、鍋ちゃん。なべちゃんさん、すいません、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらの単車ちょっとすいません、紹介よろしくお願いします。こちら、はい、車種が、はい、Z1 になります。自分上松さんですごい見ててめちゃくちゃ高い感じで結構並んでたんですけど、これ自分当てて大丈夫ですかね、値段。あ、どうぞこれ500万ぐらいですか。いや、はい、自分が買った当時は、はい、これもう8年ぐらいか7年ぐらい前なんで。あ、結構前に、その当時は160ぐらいです。あ、160ぐらいで買われて、じゃあ今もう結構上がられてますよね。そうですね、なんか上がってますよね。いや、しかも維持状態もすごい綺麗な状態で維持されてる感じですよね。結構磨き倒してる。磨き倒してる。おお。どれぐらいの頻度で乗られる感じだったりしますか。だいたい月2ぐらいですね。あ、月2ぐらいで。あ、はあ、そう。はい、維持のために動かさないと結構調子悪くなります。確かにですね。うん、はー、おー、なんかお気に入りポイント的な感じありますか。お気に入りのポイントは、はい、まあ、マフラーぐらいですかね。マフラー吉村入れてるぐらいですかね。うわ、すごい、はい、めっちゃなんかごつい。自分だったら後期の方なんで、はい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 、後期の吉村の機械曲げを入れてるぐらいですか、ね、機械曲げっていうやつを入れてて、はい、おー、これは直感とかにはしないんですね。あんまりしないですね。あんまりっていうことですけど。あんまりしないですね。で、こちらのハンドル、これはアップハンではないんですか。これは何、ね、アップハンですね。あ、ちょっと短いタイプの20センチのアップハンのタイプですね。ほう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 、うん、ってことは買われてからマフラーとハンドル、シートも張り替えます。あ、シートも張り替えた。あ、綺麗ですもんね、うん、あとはもうキャブですかね、はい、CR あ、レーシングキャブを入れてる感じです、ね。へー、レーシングキャブってことは、これをやると速くなるみたいな感じがあるんですか。そうですね。あ、そうなんですか。あ、もう結構変わる感じですか。あ、変わりますよ。やっぱり全然なんかスタートとかも全然もうトルクが違いますよ、はい、へー、高そうですね、はい、あ、ごめんなさい、燃費悪くなります。燃費悪くなります。まあまあ、それはそんな感じはしそうですけど、しかもなんかこれ自体もキャブ自体も高い感じですか。そうですね、だいたいこれセッティングと本体合わせて25万ぐらいですね、はい、おー、結構されますね、はい、でもそのトルクの感じをちょっと感じたいっていうところがありながら、ね、はい、お、すいません、鍋ちゃんさん、いえ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。こちらなんていう単車なんですか。これ僕の。あ、これトトさんの。フォーク2。おお、すごい。めちゃくちゃ目立つやつ乗ってたんですね。これはいつ頃から持たれてる感じですか。4年前ぐらいから。4年前から。あ、持たれてる。あ、じゃあ4年前だったらまだそんなに高騰してない時ぐらいですか。うん、30万か40万ぐらいでノーマルの車体買って。はい。どちらで。ヤフオクで。ヤフオクで、はい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 。で、全部自分やり替えた。もう元はもう全然普通のノーマルで、あ、そっからもうこんなにいじった感じ。土屋さんも一緒に。みんなで。あ、そうなんですか。すごい。土屋が結構その、はい、いろいろ詳しいから、はい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 、パーツこんなのあるよとか、うんうんうん、これつけた方がかっこよくなるんじゃないみたいな。はい、これすごいっすね。日照がすごい好きな感じが、なんか、はい、旧車体ってよりもちょっと暴走族っぽい感じがいいかなと思って、はい、もう完全に暴走族な感じがします、
はい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 。仕様的にそれは分かれますよね。旧社会のなんかそのスッキリしたじゃないですけど、それが好きな人と。大人げないって言われれば大人げないんだけど。いえいえ、まあ、はい。それが好きってなって。おお。こちら。こちらもう、あ、そっか。先ほどの踊り子の場合は踊り子にドールっていうところが書いてあったらもうドールは確定みたいな感じで、アジサイのサイドカバー、はい、これも全部乗って、はい、あ、これエアブラシ、キャンディーライフで、あ、キャンディーライフさんでやってもらった感じで、うんうん、反対側もエアブラシ、あ、エアブラシで、あ、アジサイのステッカーを持ってエアブラシでやってます。え、ちょっと待ってください、ちょっと触って大丈夫ですか。大丈夫です。あ、ステッカーじゃないんですね。そういうことか、すごい。え、じゃあこのステッカーでもいつ頃のやつなんですか。俺なんかが現役ぐらいかな。トド、はい、さん今おいくつですか。55歳、44年世代の、ステッカーがこれがあったんですね。自分このアジサイのステッカー初めて見ました。そしてこのラッパーもすごいですね。やっぱり暴走族仕様というか7連ぐらいあるんですか。これは5連で、しかもエンジンとかも全部ピカピカですけど、全部メッキに変えて、あ、だから綺麗な感じになっていくと。こちらを、ヒラヒラさせるタイプの感じですね。でも普段は巻いて、はい、甘えちゃってますか。巻いてるけど、今日は走りに行くから、今日は撮影用にちょっと外してみた、はい、ありがとうございます。すごい嬉しいです。結構みんなつけられてる方多いんですか。やっぱりこの土屋さんがつけられてる、まあ、仲間で誰かがつけてたら、はい、なんか、うん、真似してつけてる。確かに確かに確かに。へえ、あ、しかもすごい面白いのが、続編にこれも土屋が塗ったやつ。あ、そうなんです。いいですか、ちょっと。へえ、これ土屋さんが塗られた。そうそう、全部なんかいろいろと土屋さんやられてるんですね。そうそう。へえ、こちらも先ほどの加工した感じで。そう、これもナポレオンミラーの GT ミラー。うん、いや、思いっきりナポレオンって書いてあるじゃないですか。そうそう。へえ。そしてここがリーダーの、はい、当時もののメッシュ風防、多分あんまないと思う。お、あ、そうなんですか。メッシュ風防、あ、確かにメッシュのやつ見たことないかもしれないです。でこちらも下のやつも、これもだって後からつけた感じですよね。そうそう、あ、土屋が結構パーツマニアで、はい、パーツを集めるのが大好きで、はい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 、なんかちょっとホグランプつけたいんだけどつったらこれあるよみたいな感じで。へえ。でこれでもなんか、あの、見た目全部すべて特徴的すぎるんですけど、東堂さんのこのバブ、え、もう唯一一つ、あげるならば、お気に入りポイントは。お気に入り。はい。ステップとか、お、ハンドル。ハンドル、これなんて言うんでしたっけ。リードのロボハン。あ、ロボハン、うん、リードのロボハン。これ確かに特徴的ですね。ここあんま多分見ない。はい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 。と、あとステップ。ステップ、木島のステップ。おお、おお、すごい。なんか色のところが結構なんか、まあ、目立つ感じではあるんですけど、お気に入りポイントとしてはこういうようなこだわりがあると。すげえ、すんげえピカピカ。あ、音聞かせてもらっていいですか。はい。おー、渋いです。めっちゃ自分もバブツ乗ってたんですよ。これスピードどれぐらい出ます。あ、でも400ですもんね。400結構出る。120ぐらい出る感じで。120は余裕で。あ、自分の80キロが限界だったんで。120は余裕で出る。あ、本当ですか。それだったら全然困らないですね。ケツ持ちするとかそういうケツ今するわけないと思いますけど。はい。おお、ありがとうございます。こちらはなんと運転手さん、どこちらに。かっちゃん。いいって。あの、東堂さんに全てあの全振りということで。これも結構お金かかってる。はい。ごめんなさい。これなんていう。SS35。SS35。ほお、これコカコーラのマークと。これ土屋が塗ったじゃん。ああ、そうなんですか。ああ、土屋さん全てのすべてですか。なんか結構な単車に関わられてる感じですよね。手が器用だし。はい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 。のが好きで。すごい。サイドカバーも全日本レーシング M の。そしてマフラー。菅谷のマフラー。あ、これ聞いたことありますけど、結構価値のあるものですか。結構高いんじゃないですか。はあ。俺はどっちかって言ったら、はいはい、あんまり詳しくないよ。あ、いやいや、あ、そうなんですか、うん、運転手さんはもちろんその自分でやってるわけですから詳しいわけですもんね。でも運転手さんが今全部東堂さんに任せちゃってるので。こちらセレクトっていうスピードメーターなんですか。これは、うん、はい、なんかしたんじゃないかな。いろいろカスタムして。はい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 。おー、いいですね。今運転手さんは来られてないんですけど、ヒロポン
は好きだった感じっぽいですか？多分そうなんじゃないな。そうですよね。そうなんじゃないって言ったらちょっとまずいですよね。ありがとうございます。あ、しかもなんかチョビさんですよね。あ、いいですね。チョビさん自分好きです。ほう。あ、こちらの方はドールだったんですね。ドール。あ、そうですね。俺なんかの年代は平塚にドールとアジサイと2つあって、はい、はいはいはい、神田だけがドール。はい、あ、神田だけがドールで、あと他の中学校をまとめてはアジサイ。あ、それなんか聞いたことあります。うん、ああ。で、はい、この人の世代もそういう時代だった。はい、あ、そういうことですね。あ、先ほど言ったこの。そうそう。ハイウェイダンサーのドールっていうその腰のところにドールがあるのかないのかで判断ができる感じで、おお、ごめんなさい、トトさん、最後エンジンかけてもらっても大丈夫ですかね。エンジンかけて。かっちゃんさん来てもらったんで、あの一番のお気に入りポイント教えてください。はい。セレクト。あ、今ちょっとそれを紹介させてもらったんで、これセレクトのっていうのはこの。これに、自分で引っ付けたんですか？これは1個しかない。1個しかない。1個しかない。世界に。うん。誰も持ってない。誰も持ってない。これってどっから入手されるものなんですか？内緒。内緒ですね。ありがとうございます。おお、めっちゃいい。音すっごいいいっすね。え、これって集合ですよね。自分集合とチャンバーだったら自分の好みなんですけど、集合がすごい好きで、なんかその音がカンカンっていう。スピードが出ないです。あ、スピード出ないんですか。え、ちなみにどれぐらい出る感じですか。でも総長のより速いと思う。100、総長の東堂総長は120キロ出るって言ってましたよ。じゃあ東堂総長より速いと思う。あー、本当ですか。そういうことですね。はい、というわけでかっちゃんさんの単車を紹介してもらって、最後はい、こちらかなめファミリーさんのご紹介になりました。はい、ごめんなさい、トトさんもありがとうございます。ありがとうございます。